ミッチェル・イスラムは、カナダ出身の男性元フィギュアスケート選手。パートナーは、アレクサンドラ・ポール、ジョアンナ・レンコ。2014年ソチオリンピックカナダ代表。2010年世界ジュニアフィギュアスケート選手権2位。カナダ・オンタリオ州バリーに生まれ、幼少時からスケートを始める。父デイビッドは、フィギュアスケートコーチをしている。2000年に、ジョアンナ・レンコとカップルを結成。2005から2006シーズンからジュニアグランプリシリーズに参戦。3シーズンで5大会に出場しうち3度表彰台に立ち、2007から2008シーズンにはジュニアグランプリファイナルに進出も決めたが棄権した。2009年2月にアレクサンドラ・ポールとのカップルを結成。ポールのそれまでパートナーはジェイソン・チェッペルダクでこの時にレンコとチェッペルダクとのカップルも結成されており、二組を組み替える形になった。2009から2010シーズン、2試合出場したジュニアグランプリシリーズで表彰台に届かなかったものの、世界ジュニア選手権ではカップル結成1年で2位となった。2010から2011シーズン、シニアクラスへ移行。スケートカナダでは4位入賞をした。しかし続く、ロステレコム杯は、ポールのあばら骨の怪我のために、SD の後に棄権をした。カナダ選手権では、銅メダルを獲得。2011から2012シーズン、スケートアメリカでは8位。続く、NHK 杯では SD で7位につけるも、ポールが公式練習中に、イタリアのロレンツァ・アレッサンドリーに、シモーネ・バトゥーリ組と衝突し、ももの裏を切ってしまい、棄権を余儀なくされた。カナダ選手権では5位で、4大陸選手権の代表に選ばれた。6月にはコーチをパスカーレ・カメレンゴに変更した。2012から2013シーズン、US インターナショナルクラシックで、シニアの国際大会で初めてのメダルを獲得。カナダ選手権では SD で3位だったが、FD のダイアゴナルステップシークエンスで転倒があり4位に終わった。2013から2014シーズン、カナダ選手権で3位に入り、ソチオリンピックに出場し18位。世界選手権にも初出場し10位だった。2014から2015シーズン、カナダ選手権には FD を変更して挑み2年連続の3位。4大陸選手権は SD で5位、FD では転倒もあり、総合6位。世界選手権は前年を上回る SD8 位だったが、ステップシークエンスでのレベルの取りこぼしが響き13位となった。シーズン終了後、マリー・フランス・デュブレイユ、パトリス・ローゾン夫妻とロマン・アグノエルにコーチを変更し、練習拠点をモントリオールへ移した。2016年12月15日、競技からの引退を発表した。ありがとうございます。